ほんちゃん、そしてジャン君、二人とも顔が見えませんよ、こっちに。日向ぼっこですか？気持ちいいの？ジャン君はこっちから見に行きようか。カオリンさん、あ、ちょっと逃げようとしてる。さっきまでさ、うん、あんずきもそこに食べてる。あ、そう。下の。ああ、裏か。はい、カオリン。はい、カオリン。シャワー言った？うん、言わない。あ、おいで。かわいい声でやってる。チュール置き入れ忘れちゃった。チュール入れちゃったりするね。カオリン。カオリン。降りといて。毎ご飯ごとにこの儀式。はい、あんずちゃん、あんずちゃんもお腹空いたでしょ。はい、かおりん、早くおいで。あ、リカさんやん。はいはい、かおりんちゃん、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、おいしいね。おいしいおいしい、いい感じですね。しっぽかわいいね。かおりん、みかね、しっぽがくにってなってるのね。おいしょ、後ろまで。うん、ゆっくりだね。シュルシュルシュル。シュルシュルシュル。あ、リカさん。うん。あら、首は嫌なの？あら、首は嫌なの？分かったの？でも触っちゃおうかな。うん、リカさんだね。はい、いいかね。うん。シャーって言ったの？あ、シパ触れた。大丈夫だよ、シパ触っても。ほら、ほら、リカさんね。はい、いかでした。食べなさい。また梅桃ちゃんのための、買い出しに来ています。これから現地に向かうところですが、どれがいいのかなって言っているところですね。それでいい？今日はですね、気温が28度になっていて、異常に暑いです。これから現地に向かいますが、体調に気をつけながら頑張ります。あ、ネズミ。え、嘘。ネズミの死骸がありますよ。え、やば。
そしてご飯は全部きれいに食べてあります。そう、やっぱ足りないかも、肉が。うん、そうね。ネズミの死骸、ネズミ食べてんのかな。いや、ただ殺してるね。 あ、映像で映しちゃってるけど、これ後で撮れないじゃん。ももちゃん、ももちゃんでしょう。すごい大きいネズミさんだね。そうだね、これはこれは腐るね。これ食べようとしたのかな。空っぽになっちゃったから。あとやっぱりさ、その辺がまたさ崩れてるね。あ、そうだね、ご飯探してんのかな。やっぱご飯もうちょっとたくさん置いてってあげようか。うん、ももちゃんなのか梅ちゃんなのかどっちか教えてくれませんか。フル装備です。こんな感じはあるでしょうか。今日は大ボスと戦います。ただいま4時ぐらいでしょうか。そろそろ体力の限界が来ましたので終了します。大ボスとの戦いは引き分けです。完全には綺麗にはなっていませんので、次回、もうちょっと頑張るという形で、一応使えるかなと。ただ、使いたくないかなというレベルです。そして、今度は猫ちゃんの方ですね。これからもう一回、今ご飯を置いてあるんですけれども、もう一回ちょっとやってきます。よいしょ、そっとね。ママちゃん、まだ食べてないね。やっぱガタガタ落としてる。ママちゃん、梅さん、どもさん、じゃあ食べてくださいね。嬉しいってちゃ言ってますけど、嬉しいなね、かわちゃん、かりんちゃん、どうぞ。はい、どうぞ。はい、いかね。はい、香りもいいかね。おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい。シュリシュリアンしちゃうね。あ、なくなった。先っぽがね、やっぱりね、クシュッて、こうちょっとだけ先っぽがクッてなって、おお、ごめんごめん。